どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも、動画をご視聴いただきありがとうございます。そしてね、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。1本目の動画ですね、ソニーのカメラを選ぶ理由、話していきたいと思います。まあこのね、動画の最後に、ソニーの、カメラを一番ね、個人的に安く、そしてお得に買える方法についても話しているので、ソニーのカメラ興味のある方とか、まあね、ちょっとね、買うかどうか悩んでいる人とか、まあそういった人に関しては、この動画面白いと思うので、最後までご覧いただければと思います。ソニーのカメラを選ぶ理由、一つ目、最新技術を搭載しているっていうことですね。まあオートフォーカスがとにかく優秀ですよね。今僕がソニーの α7-4 で撮影をしているんですけど、まあしっかりと被写体を認識してね、こういう、ピントを合わせてくれてると思うんですが、最近のモデルとかだと僕が持っている、この α7C Mark II、 こっちに関しては、オートフォーカスが、AI を利用した骨格を認識するオートフォーカスを使うことができます。さらに、ZV シリーズの Vlog カム、まあ、こちらに関しては、商品レビュー用設定、まあ、こうやってね、商品を見せるときにオートフォーカスが、爆速でね、切り替わってくれるようなオートフォーカスになっております。かつですね、純正のレンズを使っていると、フォーカスブリージング補正っていって、こう画角がね、こうグワングワンにならないようにする設定とか、あとは α7R5 とかの4軸マルチアングルモニターとか、あのチルトにもなるしバリアングルにもなるっていうものとか、あとは去年の末に発売された α9-3 のグローバルシャッター、まあそれに関してもやっぱ他のね、メーカーが出す前にもうね、一番最初に出してくれたのが、ソニーっていう、まあ、こういったね、まあ素晴らしい機能がいっぱいあるんですけど、僕が今使っているカメラから給電できる、まあ、ショットガンマイク、何でしょう、最近だと ECM-S1 っていうあのコンデンサーマイクのワイヤレス版とかも発売されてたりするんですけど、それに関してもね、僕も今月まあ買おうかなっていうふうにちょっと悩んでたりします。でやっぱりこんな風に最新技術がいっぱい詰め込まれてるんですけど、まあ、こういったね、500g の小さなこのね、筐体にその最新技術が入ってるって思うと、やっぱりちょっとワクワクしますよね。なんかこう小さいものにこうギュッと技術が入ってるものって、すごくね、なんかこう最新のものを持ってるっていう感覚になるので、そこがこう撮影していてなんかこう楽しいなっていう風に感じます。はい、そしてですね、ソニーを選ぶ理由2つ目が、レンズが豊富っていうところになります。まあ、純正だけでも70種類以上の、まあ、レンズがあるにもかかわらず、まあ、シグマであったり、まあ、僕の今手に持ってるタムロンであったりだとか、他社製のレンズも選ぶことができますし、他社製もね、しかもすごい優秀なんですよね。だから、まあ、安いし、まあ、本当にコスパが高いものからめちゃくちゃ綺麗で高画質なものまで、本当に幅広いラインナップの中から、まあ、自分の予算に合わせて、コストパフォーマンスを考えながら探せるっていうのが、まあ、ワクワク感にもなりますし、まあ、本当に幅広い人に対応しているメーカーなのかなっていうふうに感じます。でそしてソニーを選ぶ理由3つ目が、写真と動画どちらも優秀っていうことですね。写真機として優秀かっていうのは、まあもちろん画質もそうですし、連写の性能、そして、まあ、暗所の性能とか、まあ、そういったところ結構なんだろう、まあ、いろんな人が重視してたりはすると思うんですが、まあ、ほとんどのソニーのカメラって10コマ秒のまず連写ができるっていうところもそうですし、やっぱフルサイズが多いっていうところでも、まあ、暗所の性能もちろん強いし、画質に関してもやっぱりレンズによってね、画質ってもちろん変わったりもするので、もうレンズが豊富なことによってクオリティをね、選べるっていうところ、まあ、そこがね、本当に優れている、まあ、バランスが取れているっていう点ですかね。まあ、あとは動画機としては、まあ、本当にソニーのカメラを動画機として選んでる人ってめちゃくちゃ、まあ、昔から多いなっていうふうに思うんですけど、もともとやっぱオートフォーカスが動画で優秀だったっていうところから、まあ、YouTuber がまあたくさん利用して、まあ、それをレビューして、まあ、一般の人に伝わっていったっていうところがあるんじゃないかなと思うんですが、やっぱりね、手ブレ補正っていうのが重要になってくると思いますし、まあ、色味とかの絵作り、まあ、そこに関してもすごく重要だと思います。ソニーのカメラほとんどが、まあ、最近だとアクティブ手ブレ補正っていう、まあ、
五軸の手ブレ補正も組み合わせながら、まあ、電子手ブレ補正をハイブリッドで使うような本当にね純正レンズと組み合わせると、まあ、ブレをかなり抑えられるので、まあ、そこはね、まあ、動画機としてすごい優秀だなっていう風に感じます。まあ別にね他社製品だからってすごいブレるっていうわけもないので、アクティブ手ブレ補正を使えば他社製品でも結構ね撮り方を意識すれば、まあ、ブレない映像とかも撮れるっていう感じになってます。でかつ絵作りに関しては最近のソニーのカメラビヨンズ XR っていう画像処理エンジンを、まあ、搭載しているものが多いんですけど、この XR の画像処理エンジンになってから色味の絵作りっていうのが結構繊細になりつつ、あのシネマラインって映画で撮っているようなカメラとかで使える、まあ、S シネトーンっていう色味が使えたりもできるようになったので、まあ、本当に使いやすい動画機になっているんじゃないかなっていうふうに感じます。ソニーのカメラを選ぶ理由4つ目が市場価値が高いっていうところになります。ソニーのカメラね、まあ、先ほどもあの紹介した通り、まあ、YouTuber とかね、あのすごいあの使われているようなカメラだと思うんですけど、やっぱレビューが多いこともあるし、まあ、やっぱレンズが選べてコスパが高いしオートフォーカス早いとか、まあ、いろんなところでやっぱりこう人気なんですよね。とにかく、まあ、人気っていうことはやっぱリセールバリューが高いわけですよ。なのであの最初に購入する時点で安く買えたりすれば、売却するときに、まあ、僕とかだと大体 8,9 割ぐらいあの戻ってくるんですよね、買った時の金額と比較して、まあ、そこがねやっぱねソニーはすごいなっていう、まあ、人気があるんだなっていうふうに思うんですけど、あの冒頭でも伝えた通り、まあ、どうやって安く買うかがすごく重要だと思います。もしねあのソニーを結構買い替えていきたいと思うのであれば、そこは重要だとより思います。これなぜかというと、あのソニーストアで購入するのは結構便利なんです。便利ですごいお得です。あのなぜかっていうと株主優待クーポンっていうのがあるんですけど、それを利用することによって 15% オフでカメラを購入することができます。でこの株主優待クーポンは株に投資をしていなかった、ソニーに投資をしていなかったとしても、あのメルカリだったりとかのフリマアプリで結構売ってるんですよね。なのでそこで購入すればまずカメラ安く購入することができますし、まあある程度の一定期間でソニーストアってなんかお買い物券みたいなものを配ってるんですよね。なんか抽選形式みたいなので、それを使うと例えば1万円引きになったりとかっていうのもあるので、そこを組み合わせて安く購入しつつ、さらにあのソニーストアで購入するとまずベーシックとして3年の保証がつきます。注文するだけ買うだけで、でさらに1回カメラを買ったりすると購入金額に応じて次のお買い物で使えるあの延長保証のサービスがあるんですよ。でそれを無料で使うと5年の保証がソニーストアでつけることができるんですよね。なのであの新しいカメラが出る前に売却をしていくと、まあ、5年の保証をついた状態でフリマアプリとかで販売することができるので、まあ、他の人が出品しているものと差別化することができて、まあ、ちょっとだけね高く販売することができます。なのでこれを利用することによって安く買いつつ売却するときにも高いので、まあ、8、9割ぐらいが戻ってくるようなあの、まあ、サイクルっていうのを作れるので、これがね僕が思う一番お得な買い方であり、かつカメラを使う上で安心してね、保証が使えるっていうのがいいところなんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、まとめに入りますが、僕はですねカメラ歴4年になるんですけど、初めに買ったカメラもソニーですし、今使っているカメラもソニーで、やっぱりソニーを使う上で僕がやっぱ一番ここがいいなって思うのは、やっぱ最新技術、こう新しさっていうところが本当カメラを毎日使ったりだとかするときに、まあ、楽しさにつながってくるので、カメラを続けられる、まあ、ポイントにも僕はなっているっていうふうに今は感じています。ただね最近に関してはかなりね本当昔に比べると他のキャノンとかニコンとか富士フイルムとか、まあ、パナソニックとかも含めて、まあ、いろんなメーカーのねカメラ技術が結構ソニーに追いついてきてるというか、まあ、追従してきているので、まあ、今年はねなどこかのカメラメーカーまあ、1個ちょっと買ってみようかなとか、まあ、買ってレビューしてみようかなって思っているので、ぜひねもしこの動画を見ていて他のメーカーで面白そうだなとか、あのすごいおすすめできるポイントがあればコメントで教えていただけると嬉しいです。それでは、この動画が面白かったという方は、高評価そしてチャンネル登録もお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあバイ。